どうも、小焼です。アンバサダートエです。第3回目ということで、おかげさまでコナンの回もピカチュウの回もすごい好評なんですよ。そう、もう100万再生されるぐらいね。えやばいぞ、最初から空気は。まあね、都市伝説系は扱ってるんで、ちょっと怖い感じでいきながらもどっかポッと笑えるものを目指してるんで、まあこんな感じで、はい、じゃあ早速やっていきます。今日のテーマなんですけども、タイトルにもありますように「クレヨンしんちゃん」大好きな作品です。大好きだよね。多分嫌いな人いないんじゃないかな。まあそれの作者といったら臼井さん、そう、臼井義人先生なんですけど、まあ結構ね、若くして亡くなられてるんですよ。51歳だったかな。そうで、その作者の臼井先生はなんと死を予言されていた。でもあれ事故だったでしょ。そう、事故。まあ事故なんですけど、ちょっとこちらの画像を見てもらいたいんですよ。こちらはですね、まあ風間くんがね、2010年から来たっていう設定の話なんですよ。こちらは原作コミックス19巻収録「ターミネーター VS しんのすけ」に出てきます。ででんでんで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 でん、一気になんか怖い感覚がなくなったやけん。はい、ということで、この話はアニメ版だと2011年から来たことになってるんですけど、まあ2010年からね、原作の方が来たっていう設定なんですけど、その話の中で、しんのすけたちがね、どうなってるの未来をみたいなこと聞くんですよ。で、その中で未来から来た風間くんは、なんて言うと思いますか？ワンピースまだ終わってないね。あ、なんかありえそうやな。急にポップな回答。実はですね、どうしても聞きたいですかって言ってちょっと濁すんですよね。そういう感じなんですか。そう、まあまあこれはね、そのままパロディとしてこう流されるんだけど、実は2009年に作者の臼井先生が事故でお亡くなりになるんですよ。まあそうでしたね。そうだから、2010年から来たその1年前に作者の先生が亡くなることを風間くんは知ってたから濁したんじゃないのかみたいな。やばいですよ。やばい。ちょっとこれ、鳥肌ですわ。鳥肌やね。鳥肌ですわ。入稿分と後に見つかった意向で連載を継続しましたが、漫画タウン2010年3月号で連載終了となりました。2010年終わってるんですか、クレヨンしんちゃんって。だからちょっと怖くない？その偶然かわかんないけど、ちょっと怖くない？いや、うわ、ちょっとこれマジで鳥肌やばいっすね。ねえ。で、まあそこからね、まあ漫画タウン2010年9月号から、まあ臼井先生と長年チームを組んでいたスタッフたちが立ち上げた、臼井義人&UI スタジオにより、新クレヨンしんちゃんを連載開始するんですね。へえ。そう。で、このチームの合言葉は、クレヨンしんちゃんは永久に不滅であると。そう、あくまでもやっぱ不慮の事故で亡くなられたんですね。そういう都市伝説関係なくってことなんですけど、ちょっとでもね、なんかできすぎなぐらいタイミングが揃っちゃってるんで、これはちょっと陰謀の香りがしますね。そうなんですよ。まあクレヨンしんちゃんってね、映画だったら毎回こう泣けるストーリーとか、すごいいい回とかも多いわけですよね。そうですよ。でもやっぱり長くやってるだけあって、実はね、名探偵コナンよりもちょっとダークな怖い話って実は多いんですよね。今回大変怖い話でしたけど、じゃあ私なりのちょっと鳥肌ポイントをまとめさせていただきます。未来を予想してたと思わせるって、そして作者の死に方が本当に事故死なのかという点です。以上です。確かにそうだよね。なんかギャグ漫画のイメージが強いからこそ、そういうギャップでちょっと怖さを感じちゃうよね。そうだよ。なんか当時にね、そのお亡くなりになる時ってニュースの速報とかでも出たと思うんですけど、なんかなかなかマジでと思った記憶ありますもんね。ちなみにクレヨンしんちゃんの映画だったら何が好きなんですか？やっぱりあれじゃないですか、戦国のやつ。やっぱり戦国。そう、めちゃくちゃ好きなんですよ。だからあれに関してもまた都市伝説もあるんでね、ちょっとまた話す機会があれば。でですね、次回なんですけども、ハリネズミについて話をしようと思います。ハリネズミ。そうです。ソニック知ってる？あ、ソニック知ってますよ。セガのね、有名なキャラクターだけど、セガのソニックに関するちょっとね、不思議で怖くなるような都市伝説をお話しします。ソニックで。それが気になる方はぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。お願いします。またこんなテーマを取り扱ってほしいよとか、今日の動画の感想なんかコメントお待ちしてますので、お願いします。高評価もお願いしますね。今日マジで怖かった。それでは、See you!